聖歌隊のメンバーです。今日はミサの時に聖歌隊の奉仕をさせていただきまして本当に感謝しています。またここでも歌を歌わせていただけるということでとても嬉しく思っています。私たちにとって歌を通して奉仕する宣教するっていうことは本当に大きな喜びです。まあ一つの証明使命かもしれません。今日は、2曲歌を歌わせていただきます。1曲目はサルベレジーナ、マリア様の歌です。今月は聖母月でもありますので照明の導きでありマリア様がいつも共に私たちと共にいてくださって導いてくださるようにという祈りを込めて、そして2曲目は恐れないでという曲で伴奏者のシスター前田が作曲したものです。まあ照明の道を歩む私たち皆さんにとって、まあ、楽しいことばかりではなくて辛いこととか苦しいことなどたくさんあると思いますけれども、いつも恐れないでと呼びかけてくださる神様に信頼しながらこの道を進んでいこうという祈りを込めて歌いたいと思います。どうぞ聴いてください。